皆さんこんにちは、こんばんは。これね、じっちゃんが使ってるさ、工具箱っていうか、工具のね、ツール箱っていうかさ、いろんな工具が入ってる箱なんだけど、これがね、ここ止める、閉めてさ、パチって止めるやつが、これのね、プラスチックだったんだよ。で、何回もさ、もう長いこと使ってるんだけど、こうパチって開けてね、しまうときにさ、こうまたパチパチって、普通のね、薄っぺらい、なんかな、このプラスチックのね、こう板みたいなので、ここでパチパチって止めるようになってたんだけど、2年ぐらいしたらさ、片っぽがもうダメになって取れて、なくなった。で、それから1年ぐらいしたらね、こっちも取れてさ、なくなって、で、紐でね、くくってね、こう開かないようにしてたんだけど、めんどくさいわけだよ。で、なんか修理をね、しようかなと思って、こんなのを買ってみたんだけど、これで大丈夫なのかな。これなんていうやつ、パッチン錠って書いてあるね。これパッチン錠って、で、見たらね、裏を見たらこれがね、3ミリの穴が開いてるわけだよ。ここがね、これが3ミリの穴なわけだ。で、木ネジがついてるね。これじゃ止まんないよね、多分止まらないと思うんだけどな。どうやってつけるかなと、頭をね、あたた抱えてしまうね。修理できるのかな、こんなので。まずね、だからこれをさ、これをどっかね、はめようと思うんだけど、で、木ネジで止まるのかな、こんなの。こっちにつけようと思うんだけど、止まるかが問題だね。これでできるのかな、わかんないけど、やってみよう。これでは多分はまらないと思うんだよね。一応ね、つけてみた。これで開きはしないと思う。開けてね、閉めて、ただこれがね、この木ネジがあれだよね。一応これで閉まるのは閉まるし、開かないのは開かないね。とりあえずしばらくこれでやってみるかな。この木ネジでね、やってみたんだけど、木ネジはあれだね、閉まりきらない、ちょっとグラグラしてる。まあ閉まんないもんね。で、薄っぺらいんだよね。この裏はさ、裏はあれなんだよね、こういうもう形がさ、作ってあるやつだからさ、無理だね。だからまあ開かなければいいんでね。途中でさ、パカってこう立てた時にね、
開いたりするとさ、非常に困るわけですよ。まあいいや、これはこれでね、これはこれでもう、とりあえずこれでしばらくこれで我慢します。これでね、またダメになったらさ、ダメになったで考えよう。また止め方をね、考えてみます。まあでもこのビニールテープもびっくりしたね。ビニールテープもびっくりしたね。これさ、切れ目が全然分かんなかった。力いっぱい引っ張ったらさ、実はこの間違ってね、広いのを買ってきてしまったかなと思ってしまったよ。これね、ダイソーで買ってきたんだけど、ビニールテープがね、もう持ってるんだけどさ、ちょっと良くないんだよ。良くないんで、近くのね、じっちゃん家から何百メートルかな、離れたとこにあるんで、そこに買いに行った。あ、そういえばね、ダイソーにさ、これを買いに行ったんだけど、ビニールテープを見てたらね、この中にも買ったものがあるんだけど、あのね、これを温度計、車中泊車用にね、車中泊車の中に温度計が積んでるんだけどさ、ちょっとでかいんで邪魔なんでさ、この大きさだったらいいかなと思って買ってきた。名前ペン名前ペンでね、そうそう、ビニールテープをさ、買いに行ったら自己誘着テープが売ってた。へえと思ってね、これ誘着テープ高いんだよね、結構ね、結構するんだけど、ダイソーで誘着テープまで売ってるのと思ってね、どんなもんかとりあえず買ってきた。まあ実はさ、いろんな工作してさ、こう誘着テープ、無線関係は特にね、誘着テープとかね、結構使うんだよ。で持ってるんだけど、思わずね、びっくりしてさ、誘着テープもダイソーで売ってるんだと思ってね、初めて見たんで買ってきた。この袋はね、いろんなのが入ってる。ここはパイプ、じっちゃんの切れっぱしのパイプでね、あのこれはあれ、時代ブッシュだね、時代ブッシュ、これにまとめて入れてるんだけど、でこれはね、あの外に持ってきたんだけど、じっちゃんのさ、塩ビパイプのこう切れっぱしがあったんで、ちょっとね、これでまた短縮のね、コイル作ろうと思ってさ、ホームセンターで買ってきた。 1.2 ミリの銅線と、これ17メーターだね、1.2 ミリの銅線と、これを買ってきた。これを買いに行ったね。で、これさ、これ VU の50なんだけど、これにね、ある合うキャップをね、買うために、一応 VU50 用のキャップってさ、こう置いてあるんだけど、たまにね、違うのが置いてあるんだよ。だからもうこれを持って行ってね、これに合うやつをね、買ってきた。こうやってね、あとこれにさ、この自在物資を貼り付けて、このね、導線をね、ぐるぐる巻きにして、あとここにね、この上下にね、 M 型コネクタのさ、メスをつけようと思って、メスもなかったんでね、買ってきた。もうなかったんで買ってきた。これをね、ここにつけるわけ。このもんから入ってるね。ああ、
でね、3ミリのネジも一応そんな長いのいらないよなと思ってね、15ミリのさ、さっきの工具箱のあれをつけるのにね、木ネジではプラスチック無理かなと思ったんで買ってきたんだけど、これもはめられないね。裏がね、もう一体形成のプラスチックなんでさ、ダメだね。これはね、多めに買ってきた。4個買ってきた。また他にもね、ちょっと作りたいものがあるんでさ、これはね、2個でよかったんだけど、多めに4個買ってきた。高いんだよ、これ。無線機屋さんでね、買ってきたんだけど、860円。1個860円。ね、4個買ったんで、これ4個でさ、3000いくら。3000ちょっとかかったね。ということでね、ちょっとまたいらぬ話になってしまったね。自己誘着テープはびっくりしたんでね、こんなのまで売ってるんだなと思って買ってきました。はい、まあ今日のというか、今回のメインはね、今回のメインは、あ、工具箱というかツール箱というか、よいしょ、じちゃんのなんかな、ツールが入ってるね、こういうやつなんだけど、でこれはね、あれなんだよ、はまりがね、緩いんでさ、すぐこう置いたままね、開けるとパタッと落ちてしまう。これをなくさないように入れとかないといけないね。さっき外したんでさ、まあこれでね、なんとかこう使えるのは使えるんでさ、しばらくはね、これで、こう一回一回ね、こう、ここをね、縛るのはね、大変なんだよ、使った後はね。はい。ということでね、ツール箱のね、なんていうの、これは、開閉用の、開閉止めっていうのかな。あれ、もう壊れてね、ダメだったんで、ホームセンターでね、何だったっけ、パッチン状っていうのを買ってきてさ、つくかどうか分かんなかったんだけど、とりあえず木ネジで止めたんだけど、ダメだね、この木ネジではね、違うネジを買ってくるか、それか、あれは長いもんね、長いもんね。それかね、もう3ミリのさ、ネジを作ってやるかね。今開けてるとこにさ、普通のね、ネジ、普通のネジでね、止めるしかないのかな。はい、こうやってね、まあバラバラにしてね、普通の工具箱持ってるからさ、そっちにもうバラバラにして入れてもいいんだけど、まあこっちの方がこう探すのにね、見つけやすいんだよね。まあ参考にもならないね、じっちゃんの動画でした。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。